今月の特集はぎゅーっと十勝。十勝では住んでいる人よりも多いおよそ44万頭の牛が育てられています。その牧場は牛を育てるだけでなく、おいしい料理やスイーツ、風景で人を癒し、命と食のつながりを学ぶ場にもなっています。そんな魅力いっぱいの牧場を紹介します。紅茶の香りに包まれる心和む時間。橋本牧場の敷地内で2017年8月に開店したカフェクローバー。元馬小屋だった建物を改築した店内にはゆっくりとした時間が流れています。くつろぎのひとときのお供には紅茶を。オーナーの宇藤智美さんは紅茶コーディネーターの資格を持つことから、厳選した茶葉を揃えています。紅茶って高級感があり優雅な印象がありますよね。ほっとした気分になれる紅茶の良さを広めたいと宇藤さんは笑顔で話します。手作りシフォンケーキも紅茶と好相性。旭川産の米粉を使用した生地はしっとりもちもちの食感が楽しめます。カフェクローバーは橋本牧場の中にございます。周りは大自然が広がっておりますので、その中でのお店の中で美味しい紅茶や手作りのシフォンケーキ、または牧場のアイスクリームを食べながら周りに癒されて、食にも癒されて、ぜひお越しいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ちょっぴり心が疲れた時、クローバーの扉を開いてみませんか。爽やかな紅茶の香りと温かいもてなしに元気をもらえるはずですよ。